はい、どうも、銀南と申します。ファミコン探偵クラブ消えた後継者では、後編の続きから始めていきます。聞く。次郎のこと。次郎が自殺した夜、あの裏山で2つの人影が目撃されていたんです。話によれば、1人は意識がなかったようで、もう一方の人に引きずられるようにしていたそうです。目撃者は蘇ったキックと、そのキックに殺された次郎だというんですが、何をバカな、死んだ者が一時蘇るなら病院など不要じゃ。確かにね。しかし、何者かに殺された次郎が運ばれるところを目撃したのかもしれんな。キックかどうかはさておき、誰かが運んできたんだろうね。聞く。ユリのことか。ユリのこと。ユリさんが安心して怪しい家の後継者になれるように、この熊田は頑張るんじゃ。いや、しかしね、話さないか聞く。悲しんじゃうもんね、先生ね。カズトのこと。お前さん誰から聞いたんじゃ、そんな名前。実は崖の上でカズトさんの恋人という藤宮ゆき子という人に会ったんです。何で、その人は美人じゃったかそこなのポイント。ええ、綺麗な人でしたよ。何かご存知なんですか。いや、綺麗な人なら一度会ってみたいと思ったんじゃ恋愛能なのこの人聞く。セイさん。次郎があのガスでやられたとしても、問題はなぜ指から生産反応が出たかじゃ。結びつける何かがあるはずじゃが。聞く。気づいたこと。ところで、さっき言っとったユキコという女はいつでも崖の上におるんか。いつでも崖の上ってなんか変だよねいつでもってわけじゃありませんが、だいたい5時ぐらいに来るようです。ということは今ぐらいじゃな。美人に会いに出発じゃ。場所移動。じゃあ出発しましょう。崖の上。本当についてきたんだ。うなかみの崖の上です。熊田先生に強引に連れてこられたものの、今日はユキコの姿は見えない。どこにおるんじゃ、その美人は。呼ぶ。ユキコ。ここにはいないようだ。そう言わんと声を出して呼んでみてくれ。僕がですか。嫌だな。呼ぶ。ユキコ。ユキコさーん。おらんじゃないか。知りませんよ。いないね。調べる。あたり。今日はいないみたいですよ。会うまで帰らん。わがままだな聞く。気づいたこと。今日はいい天気じゃ。どれ、潮風にでも当たってくるか。あ、いなくなっちゃった呼ぶ。熊田先生。ああ、ずいぶん向こうまで行っちゃった。調べる。どこ？この辺？あ、この辺りの草がやたらと踏みつけられている。そういえば、ところどころ。おや？ハイヒールが一つ落ちてる。落ちてるの？大丈夫これ。取る。ハイヒール。一応持っておこう。取っちゃうんだ。場所移動。明神駅。先生置いてきちゃう。今日もまた村人たちはキクの姿を見たと言って騒いでいる。熊田先生は一緒には来なかった崖にいるんだずっとわしらは見たんじゃ。見間違いなんかじゃねえだ。今日はいつも以上に村人たちが騒いでいるようだ。ヒートアップしてるんだね。
昨夜もわしらは見た。あんな夜中に出歩く女なぞこの村にはおらん。もはや間違いない、キクさんじゃん。呼ぶ。駅員。あなたですか。村人たちの様子が変なんです。聞く。キクのこと。今度もまた村人たちがキクさんを見たっていう時間と場所が妙に一致してるんですよ。やっぱり村人たちはみんな何か同じものを見ているようですね。聞く。気づいたこと。そうそう、最近よくこの村に綺麗な女の人が来られるようですが。え？ああ、ユキコさんですか？綺麗な方ですね。今の私にはあの人の顔を見られるのが唯一の救いです。なのに、今日はまだ来ないんです。昨日来られたかどうかは私非番でしたので、ちょっと。非番だったの？わかんないけど。呼ぶ。あたりの人。ゆんべの12時ごろ、キクさんが崖の方に歩いていくのをわしははっきり見たんじゃ。崖の方に行ってたの？場所移動。崖の上。うなかみの崖の上です。なんだ。今日はまだユキコさんは来てなかったのか。先生はどこ行っちゃったの？調べる。あたり。あ、先生があんなところに。危ないな。あれ？この崖前に来た時とどこかが違っているような気がする。何が違うんだ？呼ぶ。熊田。先生！今日は来てないんですって。帰りましょう。聞こえないのかな？海の方ばかり見て、こっちを向かない。え、大丈夫これ。呼ぶ。熊田。先生、危ないですよ。どうしたんだろう。海を見つめたまま動かない。怖くないこれ。呼ぶ。熊田。さっきから何を見てるんですか？先生。大変じゃ。海に、女が浮かんどる。うわぁ、ユキコさんかな、これ。何ですって？どこです？あ、すぐ警察に連絡じゃ。うわ、青。駆けつけた警察が女の死体をすぐさま引き上げた。それは、物を言わぬ、あずさの変わり果てた姿であった。あずさ？あずさが死んじゃったの？ユキコさんじゃないんだ。あやしろ家は一体どうなっとるんじゃ。ピンナン君、わしはあやしろ家へ行って、全蔵に話してくるわい。わかりました。じゃあ、あとを頼むぞ。なんでここで死んでんの？夜の12時に見かけたって言ってた人いたけどね。聞く。死因。考察だ。喉元についたあざが見えるだろう。喉を閉められたの？聞く。死亡時間。夕べの12時頃だろう。殺された後海へ突き落とされたようだ。聞く。死体。君は関係者かい？邪魔しないでくれよ。聞く。気づいたこと。ここは自殺の名所と言われるだけあって、めったに死体は上がらないんだが、たまたま流れ着いた材木に引っかかったんだ。調べちゃうよ。調べる。どこ？違う、死体。おい、素人が勝手に調べるんじゃない。第一、警察がすでに調べたこと以外何も見つからんよ。調べる。おい、よさないか。ダメだと言ってるだろ。ん？おや？どこかで見た顔だと思ったら、君は宇津木探偵事務所の銀南くんじゃないか。はい。よし、お手並み拝見といこうか。許可が出た。
自分で調べてみるかい？でもむやみに触らないように頼むよ。調べる。どこ？あ、靴は片方ない。じゃあ僕が崖の上で見つけたハイヒールは、これ崖の上に落ちていましたよ。ありがとう。預からせてもらうよ。そうそう。この爪のあたりをよく調べなくちゃ。あ、何かを激しく引っかいたような跡がある。やっと調べられたわ。すげえ調べた、この辺。何？本当かね？ちょっと待ってくれ。すぐに調べるから。お、ガイシャの爪の間から人間の皮膚の一部が検出されたぞ。どうやら襲われた時犯人を引っかいたようだ。さすがだな。いや、恐れ入ったよ。まあそのあたりは普通調べるよね。調べる。あたり。見たこともない人間も集まっているが、あ、顔に傷のある男がいる。できたばかりの傷のようだ。話を聞かなければ。呼ぶ。あたりの人。わしになんか用か？その傷はどうしたんですか？猫に引っかかれただけじゃ。なんでそんなこと聞くんじゃ？え？この犯人は引っかけ傷のある男？とんでもない。わしじゃない。信じてくれ。実は、ゆんべ遅くまで飲み歩いてて、母ちゃんと喧嘩しただ。その時引っかかれてしもうたんじゃ。うちの母ちゃん、怖いんじゃ。なんだ、ここの母ちゃんはまっこと恐ろしいからの。ところでの、その晩わしは見てしもうたんじゃ。女が歩いとったの。わしはてっきりキックさんじゃと思うで逃げ出そうとしたんじゃが、腰が抜けて動けんかった。で、よく見たら、この女だったんじゃ。さらにこの女の後をつけるように男が歩いとった。あれは確か怪しろ家に時々出入りしてる男じゃった。え？怪しろ家に出入りする男といえば、すでに死んでいる幹事、次郎、行方不明のアキラ、そして他には、その男というのはもしや、神田？弁護士の神田かもしれないよね、これね。場所移動。怪しろ家。怪しろ家の今です。前蔵のショックは相当のようだ。熊田病院へ戻ったらしい。昨夜の11時ごろ、やっと戻られたあずさ様を、もっと強くお引き止めすればよかった。なんで外に出て行ったんだろうね。聞く。ユリのこと。もはやユリ様が戻られることだけが唯一の望みです。実は、ユリさんは、すでに。おお、なんということだ。もうこれで怪しろ家はおしまいだ。しかし、ユリさんには子供がいたんです。ただし、行方不明ですが、僕がきっと。もはや、すべてのことがどうでもいいように思われます。あれ、元気なくなっちゃったよ。聞く。怪しろ家。もはや、すべてのことがどうでもいいように思えます。もう諦めちゃったみたい。捜査やめるを選びます。善蔵さん、僕は希望を捨ててしまった依頼人の調査をお断りします。残念ですが、これで失礼します。お待ちください。私はどうかしておりました。何とぞ。そう言っていただけると思ってました。やっぱり続けろって。聞く。怪しろけ。秋野様、ゆり様のお子様を見つけてください。お願いします。聞く。あずさはなんで出てっちゃったの？ゆうべあずさ様は再び出かけられるまで来なかったかと電話で話しておられました。何か激しく言い争っておられた様子でしたよ。誰と？聞く。
気づいたこと。あずさ様は電話かけるときしきりにメモを取られる癖がありました。調べてみようか。調べる。どこ？メモか。強く書かれた部分がへこんでいる。取る。どれ？鉛筆でこするのかな？そうだ、この鉛筆でこすってみればなんとか読めるぞ。何何？うなかみの崖11時半。アキラとは関係ない。まもなく遺産分配。ユリの子供見つかった。これはあずさは昨夜電話の相手と崖で会う約束をしたようだ。そしてそれはアキラと会っていたという人物かも。さらにユリの子供も見つけたとは。それは一体。電話鳴ってるよ。秋野様、熊田先生がお呼びです。何かお話があるそうですのですぐに参りましょう。一緒に行くの？おお、来たか。お、前蔵も一緒じゃったか。ちょうどよかったわい。茜が来とるんじゃ。さっきばったり会ったんじゃが、えらく深刻な顔しとったから気になって連れてきたんじゃ。どうした茜？呼ぶ。茜、あずさ様まで。もうあんな恐ろしいところにはいられません。あなたなんか実家帰るとか言ってなかったっけ？見せる手鏡。大丈夫？狂っちゃわないこの子。それが何だって言うんです。早くしまってください。善蔵さん、お世話になりました。失礼します。仕事辞めようとしてる。見せる手鏡。嘘。これがどうしてここに。そんなやめてください。わー、取り乱した。茜は泣き出してしまった。申し訳ありませんでした。菊様を殺したのはこの私なんです。は？なんで？茜はぽつりぽつりと話し始めた。実は菊様はタバコをやめていなかったのです。タバコは私がいつも買っていました。お止めしたんですが、一服つけないと眠れない、そう言われて断りきれず。このことは遺言書作成に見えた神田先生にもこぼしておられました。あの晩も奥様はいつものようにキセルに火をつけられ、まもなく発作を起こされたようでした。あの小部屋とはその時できたものです。じゃあタバコ入れはあなたが？はい、奥様がこと切れているのを発見した私はとっさにキセルとタバコ入れを隠しました。そしてその後ですぐ善蔵さんを呼んだんです。申し訳ありませんでした。バカモン、菊さんの心臓はそんなことで止まってしまうものか。この熊田が保証してやる。決してお前のせいじゃない。じゃからもう泣くな。屋敷で休んどれ。びっくりした。なんか生産を持ってしまったのかと思ったよ。じゃあ呼ぶ。前蔵、私茜についておいてやりたいのですが、そうしてあげてください。呼ぶ。熊田、やれやれ、脅かされたわい。聞く、自分がタバコを提供しちゃったから自分が殺したと茜は思い込んでたんだね。聞く、あずさのこと。あずさの死に方は幹事や二郎のような不審な点が全くないの。幹事はナイフで刺された時すでに死んでいたらしいということじゃし、二郎にしても何か不自然じゃ。あずさは事件とは無関係なんじゃろうか。聞く、ユリのこと。もう話すのかな。先生、隠すつもりはなかったんですが。そうじゃったか、気の毒にの。それでも名探偵熊田はが
頑張るんじゃ、ぐすん。泣いてる。聞く。タバコ入れ。キクさんにしても、禁煙中だったアズさんにしても、タバコの好きなやつばかりじゃの。確かにね。解剖結果を聞いたとき、警察が言っとったが、カンジも二郎もかなりのヘビースモーカーだったようで、肺が真っ黒じゃったそうじゃ。思い出す。ん？待てよ。シアン化水素は確か、ある薬品に反応させた生酸化合物に熱を加えると発生するんだったな。熱を加える。そうか、これだ。先生、これですよ。ジロの指についた生酸とシアン化水素を結びつけるものは。なんだと言うんじゃ？ですよ。推理した言葉を入力してください。タバコですよでしょ。なるほど。生酸入りのタバコに火をつけるとガスが発生する。それを吸い込んだものは、そうか、タバコから染み出した生酸がジロの指についたわけじゃな。多分ジロは生酸タバコで殺された後、自殺のように偽装されたんでしょう。偽装されたんでしょう。幹事はあらかじめこの方法で殺し、土蔵まで運んだ後、ナイフを突き立てることもこれならば簡単だ。ただ禁煙中のあずさだけにはこの方法は使えなかった。だからあずさは、うん、もしやキクさんもこの方法で。銀南君、これは神楽寺に行かねならんな。先生、急ぎましょう。神楽寺です。銀南と熊田は原神に事のすべてを話した。原神さん、今やもうキクさんの墓を暴いてみようと言うんじゃろう。しかしそれだけはの気が済まないね。キク、キクのこと。警察にキクさんの遺体を調べてもらえば事件の糸口がつかめるかもしれないんですよ。しかしの、キク、キクのこと。違う、手鏡だ、手鏡。村人たちが何かを見たという噂、そして、見つかるはずのない手鏡にしても、妙なことが続きすぎると思いませんか？しかしの、聞く。気づいたこと。しかしの、やっぱりわしは墓を暴くことは反対じゃ。まあ、あんまり気分のいいものではないよね。調べる。どこ？お墓。ここに眠ってるキクさんがタバコ殺人の最初の犠牲者かもしれないんです。しかしの、開ける。どこ？お墓。しかしの、原神さん、分かってください。これ以上犯人を野放しにできないんです。よし、わかった。確かに君の言う通りじゃ。今すぐ警察を呼ぶか。数々の謎を秘めたキクの姿が今まさにあなたの目の前に現れようとしている。なんか出てきたよ。なんと、墓の中にキクの遺体はなかった。代わりに一人の男の死体がそこにはあった。男の死体？これは綾代明だ。こんなところで死んでいたとは。アキラ死んでたの？いつ死んでたの、この人。アキラはすでに死んでいたのか。なんでここで死んでんの？いつ亡くなったの？キック。キックじゃない、キック。死因。撲殺だな。墓のてっぺん乗ってる石で後ろからやられたようだ。血の跡は、その時ついたんだ。ああ、なるほど。墓石で殴られたんだ。それから犯人を泳がせるために死体が見つかったことは報道しないことに決定したからね。聞く。死亡時間。
この段階ではまだはっきり言えないが、キクという人よりも後だろうね。まあうろうろしてるの見たっていう人がいたからね。キク死体、ここに埋められて随分経つようだ。腐敗がひどい。それよりも君の言った通り、会社のポケットからは生産反応のある刻みタバコがわずかだが出てきたよ。聞く。気づいたこと。これは綾代明だ。こんなところで死んでいたとは。キクの死体はどこに行っちゃったのじゃ。呼ぶ。熊田。いや、これは意外じゃった。ね、明探してたのにね、こんなとこにいたとはね。聞く。死亡時間。ここに埋められてかなり時間が経ってるようじゃが。おい、こりゃどう見ても、幹事より先に死んどるぞ。え、じゃあ幹事を殺したのは明じゃなかったんだ。ここの場で随分わかるね。調べる。どこ？この、明を見てみよう。明 100%。僕の持ってる写真とは随分感じが違っているな。これがアキラなのか。あんまり近づいてみ、見てみたいと思わないけど。おや？この顔、どこかで、思い出す。あ、思い出したぞ。僕はあの夜、うなかみの崖で、この男に、そうだ、あれは事故なんかじゃない。僕はアキラに襲われたんだ。え？あなたはアキラに襲われたんですって？何か思い出したのね？思い出します。思い出すじゃない、推理します。キック。幹事、ジロの三人は、綾代少女を我が物にしようとする人物に、青酸タバコで殺された。キクのタバコ入りに、青酸入りのタバコを忍ばせたのは、そいつに利用されたアキラの仕業だ。だからそれを調査に行った僕に危険を感じたアキラは、あの晩僕を電話で崖まで呼び出し襲いかかってきた。頭を殴りつけた上、事故で死んだように見せかけるため、草むらへ突き落としたんだ。アキラはいろんな点で犯人に都合が良かった。その反面、最も危険な人物だった だった。だからキクの次に殺したんだ。ねえ、犯人は誰なの？なぜアズサまで殺されたの？アズサは確か、遺言公開の日、アキラが誰かと会っていたと言っていたはずだ。つまり、その人物とは、電話？銀南くん、電話よ。もしもし、熊田じゃ。ついにわしは、どえらいことを見つけたぞ。どうした、先生。ん？あったんじゃ。例のタバコ殺人の実例が。ある薬剤師の女が自分の夫に多額の保険をかけて、心不全に見せかけた殺人事件があったんじゃ。しかし問題はここなんじゃ。なんとその事件の担当弁護士というのが、実は。待ってください。その弁護士の名前は、ですね。また名前入れんのか、これ。もうこの人しかいないよね。神田。そうじゃ。その通りじゃ。やっぱりそうだったのか。じゃあ、神田が見ていたファイルっていうのが、調べる。どこ？あゆみ。どうしたんだい？僕の顔ばかり見て。さっきから気になってたんだけど、アキラはあなたを殺そうとしたのに、どうして海へ突き落とさなかったのかしら。確かにね。ん？はい、じゃあ今回はここまでにします。それではご視聴ありがとうございました。次回に続きます。